市川團十郎白猿さんの心豊かな部屋。堀越喜美子さん、自宅売却、どうやら就活の一環だったよう。團十郎さんの実家は築60年の一軒で、土地は150坪あり、現代の資産価値で8億円だという。ところが売却前にこの土地建物は訳あって松竹の所有となっていました。今から30年ほど前に團十郎の母喜美子さんのお父さん、つまり12代目團十郎さんの義父が作った。借金を連帯保証人だった團十郎さんが背負うことになったんです。この金額は20億円と言われていますが、歌舞伎の名門とはいえども簡単に返せる額ではないので、92年に松竹が土地と建物を担保にして借金を肩代わりしたんです。松竹関係者の方によると返済は何十年も続いていて、着実に負債は減っています。松竹としてはもう十分という気持ちもどこかにあるようです。それに実家は喜美子さんが残したいと言っていたとしたら、それを無理やり売ってしまうなんてするわけないでしょう。松竹は血も涙もないと言われてしまいますよ。ではなぜ？周辺を取材してみるとこんな話が。喜美子さんはあの家に一人で住んでいました。70歳を前にして広い家に一人で住んでいるのはいろいろとしんどいようです。それで自分は都内のマンションに引っ越したと聞きました。その方が楽だからでしょうね。真央さんがいない今、ひいき筋の接待やチケットをさばいたりするのは喜美子さんの仕事です。二人の関係がギクシャクしていたら團十郎さんも歌舞伎に専念できないでしょう。お子さんたちのこともありますしね。実家売却はどうやら実母喜美子さんの就活の一環だったよう。